女か神社は、茨城県龍ヶ崎市にある神社。社地は、道県牛食市目か町内の飛別にある。通称は、女か稲荷神社。古名は稲荷大名人、女か稲荷社、受け持ちの神社、一葉稲荷など。旧無角者。創建は、諸説ある。祭人は、受け持ちの命である。五国法上、商売繁盛の神として信仰されている。 一説に、伏見稲荷大社を猛出た地元の人が、当地に稲荷信仰を伝えたのが、始まりという。王子は、稲荷大名人と称した。明治2年に女か稲荷社から、受け持ちの神社へ、明治17年に女か神社へと改名した。ただし、女か稲荷神社と呼ばれることが多い。社名碑にも、女か稲荷神社と刻まれている。文化元年、牛久助号一期の拠点になった。 一説に、日立国風土器の篠田郡の城にある、メッシュ名舎の否定者ともいう、文久2年、平成14年社殿再建。女賀神社は、明治以前は、龍ヶ崎市成れ馬町にある雷合院の管理下にあり、旧河地郡成れ馬村の陳述であった。そのため、明治以降も成れ馬村の所属となり、現在も、境内周辺は、龍ヶ崎市の飛び地になっている。 シャチ周辺は、お化け原と呼ばれる元原野であり、女か物語という民話を伝えている。スケゴ一揆関連の諸資料により、盛んにまとめられた。女か民話は、お化け原の霊子による動物法音譚および類婚姻譚である。大筋は同じだが、異なる二つの伝承があり、その他にも民間伝承がある。本殿裏から北に伸びた道の先にある、 女火神蛇屋の院は、正体を知られた霊子が姿を隠した森と伝えられている。赤松総丹、殿川寿司後の栗林義長伝統が伝えている。牛久城市岡見市の老身に栗林義長がおり、稲塚に向けて駒を走らせていたが、道中、ひなわの匂いが鼻に入ったため、気を引き締め、辺りを見渡すと、漁師が鉄砲を構えていたので、その先を見ると、 一匹の狐が腹を痛めて、前足でさすっていた。あまりの痛さに、ひなわの匂いにも気づいていない様子であった。議長は、メシメイゴンゲンの詣で出たばかり、それもメシメイゴンゲンの使い姫は狐であり、イ綱ズナいの巫女は狐を用いて、人の吉居を占う。議長は、イ綱ズナいに頼んで、妻の恒例をしてもらった恩もあったので、小石を漁師に向かって投げつけ、 玉は狙いを外した。それに気づいた狐は察して逃げた。車前に戻ると亡き妻に似た女がおり、議長はその女をめとるが、女との間に生まれた子が6歳の頃、妻の正体が狐と分かり、行方知れずとなった。翌日、縁先に、緑地の母はととわば、女化けの腹に泣くふすと答えようと書かれた一枚の紙が置かれていた。以来、この腹を、 お化け原といい、いつからか稲荷の祠が建てられた。社殿や、女か稲荷縁起役期等が伝えている。その他、龍ヶ崎市役所が、龍ヶ崎の昔話、狐の恩返しとして掲載している。茨城県牛久市観光協会の、娘に化けた狐の話では、栗林吉長は、中五郎の子孫で、彼が稲荷神社を創建したとしている。なお、根本村には、 女神社文社の稲荷神社がある。研究年間、源頼朝が藤の根で狩りをしていたところ、霊子に会い、貢献が原の稲荷祠に移り住めと助言した。貢献が原はお化け原の米で、他に根本が原や小萩が原とも呼んだ。永昇7年、根本村の中五郎が眠っている霊子を赤払いして起こし、え、夫から助けた。 家に帰ると戸口に、欧州から鎌倉へ向かうという老難若女がいたので、一宿を貸したところ、翌朝には若女一人が取り残されていた。行方知れずの男を探す間、女は工作など手伝いをしていたが、やがて中五郎が妻に目取った。夫婦は、かずめ次男を設けた。栄昇14年のある日、霊子であった女は、子に正体を知られてしまったことを恥じて、 姿を消した。中五郎は、霊子が女性として現れた神秘を語り伝え、いつしか貢献が、腹はお化け腹に、稲荷祠らは、女か稲荷と呼ばれるようになった。この中五郎伝によれば、稲荷祠らの創始は、研究年間以前に遡る。ありがとうございます。